なんかある貧血みたいな。やばいやばいやばい。うちなんかはやなんかね流行ってたよね。めっちゃ流行ってた。なんかあのある子ある子、うん、私は元気僕病気あった。歩くの大好き僕嫌いだった。そのなんかそんなのがあった。坂道トンネルおはようございます。草原わかんないな。おはようございます。いや確かに朝配信久しぶり。お腹すいたんこぶ。え今日マジすごかった。ノアピ革命ですね。ノアピすごい起きるの早い。私がパッて目が覚めたらノアピ起きてた。すごい、うん、8時半にはうん今日さいつの間にか着替えててさすごいんだけど、うん、そうもう一回お布団入ってさちょっと寝てたの、うん、8時半にさもう一回起きてさ、うん、なんかこれトラ泣きついててた。えそうなの。そう気づかなかった。私が知らない間にあれなんかこっちにいるってなった。気づかなかったんだけど私だけして寝てたの。やばいやばいやばい。全然目が覚めんのがやばい。私は今日はノーメイクで出て。あれノーメイク小森さんまだ中学生。あれあれあれなんか多分起きたんだろうけどここにお肉が覚えてなくて。先輩と同部屋まだないね。まだないね。でも緊張する絶対。ないね。うん。そういえばないわ。声発せない。お疲れ様です。緊張して。緊張して。あ、その顔マッサージ。貴重貴重。耳も回して。でもむくんでるよ。ラーメン食べたからじゃないの昨日。あーそれはあるかも。昨日のさ、今日もさ、ワイン食べたじゃん。うん。ただそれが自分ちょっと響いてるから。ああ、確かに。響いてるよ。ひいちゃんや。しかもさ、骨付き鶏もさ、なんかあれ塩分やばない、うん、みたいなスタッフさんが言っとって。うん、これ明日ムクムクだぞみたいな言っとってけ。ええと思って、私何も気にせず食べちゃって。確かにみたいな。でなんか肉がさ半分ぐらいでさ、うん、取れ、うん、あのもういいやってなっちゃって。ええらい後輩もない。私も後輩もない。サーヤさんと いけるかも。卵入ってた。ラーメン&骨付き鶏やばいよね。昼骨付き鶏夜ラーメンだった。まあ、リハで踊ったら取れる取れる、うん、いけるいけるいける、ね、ちゃんと踊るとそうそうそう、もう余計な動きとかもしてそう体力使う。
木体公園のリハめっちゃ寒く取れるくない、うん、え、わかる、木体めっちゃもうなんかもうむくみ取りマッサージなんかしなくていい、うん、本当に何でもしなくていい、勝手に取れてる、最高の組み合わせ。え、岡山何食べる、きびだんごじゃない、ハムハムしたい、え、フルーツ、え、フルーツ食べた、晴れの国岡山って言うとなんか今日曇りっぽいよね、え、そうなの、晴れ、晴れ、でもさすがに私が雨女だからかな、はや、昨日も可愛かったから今日も絶対可愛い、どういうこと、おもろいんだけど、ありがとう、嬉しいだけ、髪型もよ、バイ、え、やっぱさ最後じゃけさポニーかなって、違うか、しうわやばい、眠たい、エビ飯名物、あ、そうなの、エビ飯食べたい、クラカンだったら向かってる、あ、いいねいいねいいね、お、5列目の神天神様、神様も呆れる会議にふふ、おはち、赤ちゃんかと思った、18歳です、14時間お願いしてるよ昨日かぶったら最高に思いました、お、嬉しい、昨日は本当に迷ってなんかもう種類が思いつかんと思って、でもメイクが一番に入っ、メイク交番があって順番決まってるからもう早くしないといけなくて、な、何しよう何しよう何しよう、これでって言ったやつがあの意外に評判良くて嬉しい、え、昨日の髪型めっちゃ可愛かった、マジ、うん、嬉しい、あれおさぎよね、うん、よかった、でも私も髪質硬すぎて、なんかエビフライ、マジエビフライになってた、ヒーターにクルさんエビフライつけて何してるんですかやばめっちゃおもろい、ヒーター、ヒーターがいじってくれるようになった、なんていう髪型？え、あれ、おさげっていう、おさげかな、うん、お、私が、私はリネさんを見てリネさんイメージでやった、あー、わかる、うん、長さが足りんけど、うん、でもそうね、ゆかちゃんパワーいただきました、パワーチャージ、岡山、岡山、ゆか見て日帰り、お、日帰りお疲れ様、今日も行きます、待ってる、私はね、髪質がね、ね、やっぱテカテカ、テカテカっていうか髪質の卵みたいな、そうね、え、実際見るとクークほんとかい、うれしい、ほんま今週の頃なんかやばかったから、この日じゃないの今日は5列目だよ、ストレートの人がね、オーケーオッケー、グーグル、最近のヒーターのクルクルの絡み、嬉しい、昨日の目お前から訪れして違うメンバーに世界一で訪れをもらい、昨日の三つ編み俺的100点でした、え、嬉しいんだけど、やったね、100点いただきました、満点、ライブ楽しんで、楽しむ、ありがとう、24列神手から、 OK ね、今日新しいホールらしいね、え、今日なんかできたばっかりのホールらしい、今日のマジ、そう、お、ワクワク、めっちゃ雨マニア、飛行機待ち、お、別に待っとるよ、次のコメントがあった時、去年なんだ、リネさんが言ってた気がする、
今徳島出発。お、何で移動してくるの。お腹すいた、お腹すいた。眠去年の9月めっちゃ最近が、くるくるのとおすすめのミー、あ、くるくるこの前食べとったやつ、ちょっと商品名、アイスのやつ、あの黄色くるくるしたアイスのやつと、食べてないけど海鮮系くるくる気になった、アイドルかな、朝の焼き、アイドルか分かんけど、海鮮系気になって食べれんかったっけ、代わりにくるくるの代わりに、ごめん、みたいな、うん、タイムマシンに乗ってチクタチクタ7つ目、あ、オッケー、ゼロポーでちょいとりだし、一瞬目的マーク新幹線なっちゃう、なっちゃう、いいね、え、そうだよ、なんか最後だからさ、千秋楽で最後だから、なんかこんな正規メンバーの何、あ、え、4画面厳しいね、ここに集中、ありがとう、なんかせんそのワークする時をこう広い会場で皆さんの前でこう真ん中に立って踊らせていただけるのはもうこれからあるかわからない、まあ、ワークする時に限らずあるかわからないので、もう本当に私の全てをちょっと出し切りたいと思ってます。確かにニルが聞き聞きたいね、聞きたいねとか、カメラ置いて、あ、先生はなんかオッケー、なんだよ、ダウトでも痛いたりとか、ひどいじゃないか、マックス時で爆発、うわ、クルクルと一緒に頑張る、愛のまたサブスク解禁、未来はいつもお仕事から間に合うように、あ、いなと優しくて風景いいか、でくるくるのさ、アイノマさんのアーシャーさ、うん、顔面の後強くない？クルクルさんの顔面、本当？嬉しい。顔面の後強い。こんななんか、え、なんかニコニコしてた。あー、確かになんかめっちゃ笑ってた。そう、めっちゃ笑った。赤ちゃんの、まあね。私いっぱいつ、頑張る。言われてた。うん。ぼーっとしてるさ、私らしいアーシャだったんだけど、え、でも可愛かった、なんか儚いみたいな、そう、もし儚いを目指しているのにバキバキになってた気づいたら、気づいたらバキバキ、そうね、え、たくさん最終日千秋楽たくさん入ってくださってるっぽくて嬉しいです、めっちゃ好きだった。え、嬉しい。本当だ。あるな。てかさ、うん、昨日メール送ろうと思ったら、目覚めたら10時7分ぐらいで、おやすみメール送れんか。移動中？え、そうそうそう、寝てた気づいたら、あー、わかる、俺さ、昨日の移動中一睡もしてないもん、マジ、うん、元気、隣の方と喋ってて、うん、確かにイメージあった、うん、それくらいが、あ、よかったよかった、そう、しばし喋ってて、なんかそっからは喋ってないけど、なんだ、
着てた。すごい。逆になんかライブ終わりは寝れんみたいなとこあるけど、あのアドレナリンみたいな。ラーメン食べて目が覚めた。ガツンとオリーブがおもろい。オッケー。うちは見えてるよ。めっちゃありがとう。嬉しい。本当に嬉しい。うちは自炊するから。オッケー、頑張るよ。ね、話そうと思ったこと忘れたわ。ちょっとくるくる全曲失礼メモっていいけど不足あるかも、ね、ちょっとじゃあくるくる稼ってみようかな。なんか話そうと思ったこと忘れたわ。今日ホテル、あ、バスの中で、なんだっけな。言いたいことあったんやな。関係者です。確か言わない。わ。みんながそういうことはないでしょ。ティヒ。わ、忘れちゃった。あ、思い出した、思い出した。あ、20日あたり、あ、あたりよ。思い出した、昨日のあのフラワー衣装、あのボタニカル衣装、あの色の色があるさ、お花の柄の衣装あるじゃないですか。それ思い出してよかった。俺曲名、あの髪飾り、なんかいつもと違うのが入ってて、なんか見たことない新しいのが入ってて、あれはなんか衣装さんが入れたりしてくださってるんですけど、なんかまあなんかつけたんですよ。新しく入ってたから、あ、新しいの入ってる、見たことないの入ってると思ってつけたら、メイクさんが、あ、つけてくださったんですねって言って、はいって言ったら、くるくるが、ん、広島公演の時にココアさんの壮行会で泣いてるの見て、なんかココアさんの髪飾り入れておいたんですよみたいな、すごく粋な計らいをしてくださいました。ココアさんの髪飾り入れておいたんですよ、使ってくださってありがとうございます。多分衣装は違う人の味、服の方でも髪飾りを入れてくださってて、くるくるの袋に、そうね、泣けるよね。いい話、本当に素敵。めっちゃさ、もう粋な計らいすぎて、あーみたいな、裏で、あー、ほんまですか。フラワー、あ、ボタニカル衣装、あの花の衣装、花の衣装、うん、ピンクとか青とかやったやつ、やりそうだ、かわいいよね。かわいい、あの髪飾りめっちゃかわいい。あ、今日おはようツイートの写真、おはようツイートの写真見てくれたらそう嬉しい。遺産か、うん、そう、あれだよ、もうすぐ寝ちゃいそうです。世界遺産、世界遺産物登録、ココアさんの髪飾り、これテーブルね、メグさんに見えるでしょ。よし、15分経ったかな、さすがに泣きそうな、よかった、え、なった、嬉しいみたいな。そんなみたいな、あと5分で30分、あ、そんな経ってるんだ、早いね。ダープだった、
ときめきさん、ありがとうございます。ときときさん、ありがとう。ときめき先生、なかちゃんさん、ありがとうございます。スクショタイム。えなまぴさん、ありがとう。えない、としこさん、ありがとうございます。てんえず、はぎぴさん、ありがとうございます。てんきんえわけ、たいばやさん、ありがとう。たいばやすてみさん、ありがとうございます。てんえず、はんとみつけさん、ありがとうございます。また後ほど会場でお会いしましょう。人間関係とかいいな方じゃなくて、はい、終了。あ、千秋楽ポーズ。またバイバーイ。もも、はい、終了。それではちょっと伸びよう。壇上読みたいと思います。あ、の前に告知タイムで、今日は7周年ツアー千秋楽の岡山です。ぜひ当日券もね、指定席と学生席が残ってるので今からでも間に合います。お待ちしてます。最後のやばい集大成頑張ります。そう思うと寂しいけど頑張ります。そしてお話し会受付中です。ぜひくるくるに会いに来てください。いろんなお話皆さんとしたいなって思ってるので待ってます。お会いまで会いましょう。あー嬉しい。皆さんの近くに行けるように頑張ります。それでは壇上13位春、ありがとう。13位春、ありがとう。12位滝まつる、ありがとう。11位つか、ありがとう。11位つのまよ、ありがとう。9位待てよ、表示されていないな。9位ハーマン、ありがとう。8位たまたま、ありがとう。7位炭酸せんべい、ありがとう。6位ヨッシーゾンビ、ありがとう。5位ホセデラローサ、ありがとう。4位クリボー、ありがとう。3位おなまさん、ありがとう。2位おのぴ、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルパーン、まさお、ありがとう。まさお、ありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。今日もうちわやペナイトやコールをしてくださったらキュルキュルとても喜びます。よろしくお願いします。それでは頑張ろう。危ない、お休みとしちゃった。またねー。